ヨーゼフ・ブフナー、オーストリア未来同盟党首、オーストリア未来同盟は、オーストリアの中道右派政党、オーストリア未来連合などとも訳される。2008年11月19日以降は、党首が不在で、ヘルベルト・シャイプナーが代行している。また、国民議会における、会派代表には、ヨーゼフ・ブフナーが務めている。オーストリア自由党党首で同党を離党した、イエルク・ハイダーや、 元社会省で姉のウルズラ・ハウプナーラ元自由党幹部によって2005年4月4日に結成された。分裂前の自由党には国民議会議員が18名所属していたが、そのうち16名が未来同盟結成に参加した。ところが2006年の総選挙では獲得議席数が7にとどまった。 2008年9月28日の国民議会選挙で未来同盟は21議席を獲得し、躍進した。しかしその直後の同年10月11日、党首を務めていたイエルク・ハイダーが交通事故により急死し、その後継にハイダーの側近であったシュテファン・ペッツナーが指名された。ところが翌月の11月19日にペッツナーは党首指名を辞退し、 議会の会派代表に、ヨゼフ・ブハーが、党首は、不在として、その代行に、元国防省のヘルベルト・シャイプナーがそれぞれ、務めるという人事が発表された。ハイダーが党首を務めていた時期は、極右政党とみなされていたオーストリア未来同盟で、あるが、現在では、政治的スペクトルを中道右派に修正している。2013年9月29日に行われた、 国民議会選挙では議席獲得に必要な得票率5%に届かず議席を失った。ありがとうございます。